皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、楽天の辰巳亮介外野手が28日、都内で行われた第53回三井ゴールデングラブ賞の表彰式に衝撃の金ピカ姿で登場した。ゴールドのスーツに顔と髪の毛もゴールドに塗ったスタイルで登場。周りの選手も衝撃の姿に笑顔を見せていた、実際の写真。 衣装だけにとどまらず顔までも金色に輝く辰巳亮介の衝撃辰巳は4年連続4度目のゴールデングラブ賞受賞となった姿を見せると場内は爆笑その後受賞した選手全員が並んで着席したがシンプルなスーツを着用する選手たちの中で高列に座っていた辰巳は異様な存在感を見せていた辰巳は26日に行われた NPB アワーズ2024サポーティド・バイ・リポビタンデーでも仮装を披露。最多安打の表彰ではちょんまげのカツラに金色の袴を着用。その後、プロ野球新記録となる外野手でのシーズン最多視察となる397を達成したことでパ・リーグ特別賞を表彰される際にはヨーロッパの殺人鬼、ジャック・ザ・リッパーのコスプレで現れた。最後はベストナインの表彰で、 甲冑姿を披露。ド派手な「三変化」で会場を沸かせていた。辰巳は初受賞となった2021年はネイビーのスーツだったが、2022年はゴールドのジャケットで登場。昨年は上下ホワイトのスーツで登場し、胸の内ポケットからウェディングドレスを着た人形を取り出して笑いを誘っていた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。